FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチュースデイ FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチュースデイ、アニュアセヨ、クロスチンの新です。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテイメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君、サングラス持ってる？どんなサングラスがお気に入り？っていう質問ですが、僕はサングラスを今、50個以上、持っているんですけど、その中でも一番お気に入りなものはやっぱりこう派手なものよりはデイリーな、こう毎日シンプルで、毎日こうかけそうな、こう黒い、サングラスが一番好きだなと。レイバンの一番普通なサングラスが一番こう気に入りだなっていつも思います。ウィン君はどんなこうサングラスをかけているんですか？逆にもうどんなのをかけているかすごい気になるんですけど、今サングラスの季節ではないんですが、はい、質問でした。はい、皆さん、この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、今週も韓国の70年代に流行った曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。サヌルリン、アニバーソー。
したのは「サヌリンアニバルソ」でした。クロスジネ추억。クロスジンの추억。皆さんのクロスジンの思い出を紹介します。ラジオネーム、あやかさん。しんくんね、クロスジンとの一番の思い出は、日韓交流祭りです。理由は初めてクロスジンと出会って、それがきっかけでファンになったからです。おお、その時から日韓交流祭りから、こう、ファンになった方ですね、あやかさんは。はい。そして好きな曲は、フライです。日韓交流お祭りで聴いて、すごく私自身盛り上がったし、ダンスも曲も良くて、とっても印象に残っていました。っていうメッセージだったんですけど、そうですね。その時に、シン君とクロスチン、こう、出演することが、こう、発表されないまま、こう、ステージに立って、サプライズで、こう、登場した思い出があるんですけど、なんか、こう、僕たちがクロスチンのなのを分からないように、こう、気をつけて入ろうとか、こう、皆さんがどんな顔をするのか、半分は心配、半分はなんか楽しみだった記憶がすごい残っています。リスナーの皆さんの中でも日韓交流祭りでシン君たちの、会ったことありますか？はい、結構言いますね。はい、日韓交流お祭り、またこう出演できたらいいなっていつも思ってますが、こうやってこうステージを一つ一つしながらファンの方もちょっとずつ増えていて、いつかこうね、僕の夢の東京ドームにいつか立てるんじゃないかなってすごい、思います。そのためにもっともっと上に行きたい、もっともっと上に高く行きたいっていう、そういう気持ちを込めて今日は彩香さんのリクエスト曲をかけてみたいなと思います。それでは聞いてください。クロスジンでフライ。
お送りしたのはクロスチンでフライでした。チンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。今回は冬にまつわる韓国語です。まず冬、冬は겨울、겨울まね。そして雪、雪は눈、눈まね。はい、そして冬休みは겨울방학、겨울방학まね。寒い、寒いは춥다、춥다まね。そして大人気だった韓国のドラマ冬のソナタは겨울연가、겨울연가まね。はい、よくできました。僕はこう季節の中で冬が結構好きな方に入るんですけど、冬にこう暖かくして布団の中に入って寝たら最高だなっていつも思います。はい、皆さんはこう冬の過ごし方はどうですか？はい、僕もこう家にこたつを買ったんですよ。こたつがあって、それを暖かくしてその中に入ってみかんを食べる、こうクレヨンしんちゃんでしんちゃんがやるのを見てて、やってみたいなっていう気持ちで買ってやったんですけど、こうすごい楽しくてみかんを食べるのが好きになりました。皆さんもそう過ごしてますか？はい、今日の韓国語、復習しながら終わらせたいなと思います。まず冬は겨울、雪は눈、冬休みは겨울방학、寒いは춥다、冬のソナタは겨울연가。はい、皆さん完璧です。今週も完璧に韓国語できました。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。次の曲はキーボイス、ヘベンロかよ。
お送りしたのはキーボイスヘベヌロガヨでした。シングのマジリスペクト。ここでは僕がリスペクトする人物を紹介します。今回はですね、僕テレビをリスペクトしたいなと思います。なんでテレビかっていうと、1日でそして1年この人生を、かけて一番、僕のそばにいてくれているものって言えばこうテレビかなと思いました。テレビはしんくんがこうお父さん曰く、しんくんって韓国語の勉強を普通こう学校とか幼稚園とかそう本で勉強するけど、韓国語をテレビで勉強したっていうくらいのテレビ好きで、いつもテレビを見ながら、楽しい時間を過ごしたり、いろんなことをやったりしています。本当にこうテレビっていろんな情報を教えてくれたり、先生にもなってくれて、バラエティ番組を流しながら友達にもなってくれて、いろんなこう役目をやってるんじゃないかなとすごい思います。皆さんはテレビ好きですか？もちろん僕はこうテレビで見るものも好きなんですけど、こうラジオで聞くものも大好きです。なのでラジオの番組も今やっているんですけど、やっぱりこうテレビって言えば、最近は、昔とは違って、もうネットフリックスや YouTube いろんなものもテレビで見るようになっていて、本当に昔より見るものがどんどん増えてきたと思います。なので、本当に空いてる時間とか家で遊んでる時、いろんな時に僕はこうテレビで一日を過ごすことが多いんですけど、昔はこう自分がこうテレビに出る人になれると思わなくて、いつもこうテレビに出ている方々すごいなってすごい思ってました。テレビではこうゲームもできて、最近はこう PV も見てて、本当にいろんなことができるんですけど、皆さんはどういうこうテレビで何をしているのかすごく気になりますね。僕はこうなんて言うんだろう、いろんなことをするときに、例えば本を読むときも、テレビをかけてるんですよ。本を読んでて耳はもちろん聞いてないけど、なんかこう静かな方よりは誰かがこう喋っている感じがすごい好きなので、どんな時もこうテレビはつけてる感じで、できれば寝る時もテレビをかけて寝ているんですけど、まあそれが嫌な方ももちろんいると思うんですけど、僕はこうテレビと過ごす一日が幸せだなってすごい、思うことが多いです。皆さんもこうやってこう休みの時とか、いろんな時に何を使って一日を過ごすか、すごいしんくんは気になります。僕と一緒でテレビをこうたくさんこう見たり、ラジオをたくさん聞いたりする方もいると思うので、一日を楽しく過ごす自分の方法をいつか皆さんに聞きたいなと思います。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。ソンチャンシックウェブラー。
お送りしたのは송창식 웨블러でした。 FM 横浜 EK Radio クロス陣のシンがお送りした FM 横浜 EK Radio 新君の夜のチューステイ、いかがでしたか？どんどんこう天気は寒くなっていて、皆さん風邪にひかないように、気をつけてくださいね。毎週言ってると思うんですけど、皆さんに早く一日でも会いたいなっていう気持ちがいっぱいいっぱいです。でもこうやってラジオを通して皆さんに声を届けることができてすごい嬉しいなと思います。これからもしんくんの夜のチューステイたくさん聞いて応援よろしくお願いします。ここで100の質問に答えます。しんくんが20歳の自分にメッセージを送るならっていうことですけど、僕は20歳にこう戻ってメッセージをこう伝えることができるなら、もっと家族や友達を大切にして、もっとこうファンの方も、愛して表現して、時間が過ぎるのを、本当に大切にしてほしいって言ってあげたいです。なんかこう年を重ねていくと怖いくらい時間が早い時があるんですけど、今になってはもう一日一日をファンの皆さんともっと大切な思い出を作ればいいんじゃないかなって、思います。その会える日にはもっと皆さんに笑顔を伝えてあげたいなって、しんくんに時間を大切にしなって伝えてあげたいです。はい、ここで100の質問答えました。さあここで明日担当のはやとくんに僕から質問します。じゃあ今日はウィンくんの質問に答えましたが、僕もちょっと知りたくなりました。はやとくん、サングラスどんなの持ってますか？それでは最後はしんくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。受験生たち、みんな緊張してるでしょ？でもどの結果でもいいんだよ。君はいつも頑張ったから僕が一番わかるよ。 FM 横浜 EK レディオしんくんの夜のチューステイ、最後にもう一曲聴いてください。ゼンデルペブジュな男クロス陣のシンでした。アンニョー。